はい、皆、えー、さん、こんばんはあ。和歌山に到着しました。えー、なんか私ですねあの、動画のところどころで、えー、和歌山じゃなくて、名古屋、名古屋って言ってたみたいですね。なぜかその、三漢字三文字繋がりかわかんないですけども、和歌山と名古屋を混同してるらしいです。はい、すいません。和歌山です。はい、今、和歌山の、えー、駅の近くにあるですね、えー、ここはなんていうホテルだろう。大、う、和、ん、ロネットホテル。和歌山。 とというところです、ねえー、宿泊いたしております、はい、これ僕があの担いできたあの物販ですね、もう全部物販です、長身。僕の荷物は靴下とパンツが一組ずつしか入ってないです。はいうん、あとはです、ね、ホテルにあるだろうということで、えーまあ、それで十分なんですけどね、僕のほが男だから化粧品道具いりませんしね。天気が不安という声があるんですけども、も大丈夫です。毎回言うんですけど、毎回大丈夫なんです。 はい、前の群馬ミーティングキャンプの時もですね、えー、最初の時は梅雨真っただ中大丈夫でした次も大雨の予想大丈夫でした一滴も降らなかった今回も曇りで非常にこう太陽を遮ってくれた快適な気温の中で皆さんとお食事が楽しめるのではないのかなというふうに期待をいたしております。はい、よろししくお願いしますす、えー、そうですね 明日、あの私、早めにちょっと現地入りをさせていただきますで、えー、準備をしますので、もしあの早めに来た人なんかいらっしゃったらですね、えー、スタッフ、あの非常に数が少ないのであの、一緒にやってくださると幸いです。よろしくお願いしますであの。おまけステッカー持ってきてますので、あの手作りのいつものものなんですけどもあの、持って帰ってください。もし数が足りなくなった場合は申し訳ないんですけども、なんか他のものになっちゃいます。はい ですね明日は天気が良くなることを祈ってたんですけども、ね、こんな広いベッドで1人で寝るのかなと思いっきや、ね、今、あの実はこっそり一緒についてきたですねオレンチん,ん,くん根本くんがですねあの今と、一風呂浴びてますよ。はいねなんてこんなことね、僕が言うと、ですねあのガチでそうなんじゃないかっていうふうに思う人がいっぱいいるので楽しいんですけども、はい、あのどうもありがとうございます。それから、あのー 現地で、えー、ボランティアしてくださる方、それからですね、あのー、今日車出してくださった親御さん、あこの場を借りてたんですけども、えー、ありがとうございます。感謝いたしております。あの、こんな怪しい、あったこともないやつの,のためにありがとうございます。明日あ、もうあるんですけども、よろしくお願いします。それから、あの、廣成さん、業務連絡です。帰り乗っけてください。はい、お願いします。ありがとうございました。